セミファイナルウィメンズ第2ヒートスタートしていきましょうファイ・フォウィメンズのセミファイナル第2ヒートがスタートゼッケンレッドには林由美子選手契約ウェットスーツはラッシュそしてゼッケンホワイト 小栗水江選手です契約サーフボードはグレイスウエットスーツフロールデザインゼッケンエロー鈴木ひろみ選手契約ウエットスーツはホヌそしてゼッケンブルーは遠藤優子選手ですさあ遠藤選手トライアルから勝ち上がってきた選手で、ね、セミファイナルまで進出していますさあこの4名で第2ヒートが行われています さあベスト・オブ・ザ・ベスト・ライド賞現在、ね、ウィメンズは吉川選手の7.75吉川選手の、ね、7.75がベスト・オブ・ザ・ベスト・ライド賞そしてメンズではユージン・チール選手の7.8ポイントという、ね、やはり2人ともす素晴らしいスコアで現在ベスト・オブ・ベスト・ライド賞の権利を持っていますもちちろん勝ち上がっています。 JPSA ジャパンプロサーフィンツアーロングボード第2戦リアル B ボイスチクラプロは特別協賛リアル B ボイス主催一般社団法人日本プロサーフィン連盟公演千葉県南房総市協力南房総サーフィン協会ナミアル 国際スポーツ・医科学研究所、神戸・神奈川・アイ・クリニック、奥の松酒造、東京 FM、キッズ・セーバー、ウォーター・リスク・マネジメント協会、サーフライダー・ファウンデーション・ジャパン、ナルー、オン・ザ・ボード、個人スポンサー、オクタ、以上の各社。 団体・個人により開催されています。 5분 경과 さあポイントコールをしていきましょうその前にイエローアップさあハングファイブからステップバックそしてリエントリーに持っていけなかったレッドの林選手1本目2.75林選手の1本目2.752本目は1.3ホワイトの小栗選手1本目が1.52本目が3.25そしてイエローの鈴木選手2本目が2.253本目が1.05 そして4本目が1.95です、イエローそしてブルー、2本目が1.23本目が1.4ポイントです現在第1位がホワイトの小栗選手、トータル4.75第2位にイエロー、鈴木選手、トータル4.2第3位がレッド、林選手4.05ゼッケン、レッドの林選手必要なポイントは1.45そしてブルーの遠藤選手、必要なポイントは2.8ポイントです。 現在第1位がホワイトの小栗選手ですトータル4.75第2位がイエローの鈴木選手ト,トータルポイント4.2第3位のポジションはレッド林選手トータル4.05必要なポイントは1.45ブルーの遠藤選手が第4位必要なポイントは2.8ポイントですさあゼッケンブルーガップゼッケンレッド3本目のライディングで2.25 第二のポジションに上がっていますレッドゼッケンレッドがトータル5.0ポイント第二のポジションですさあ第三位がイエロー鈴木選手必要なポイントは2.75イエロー必要なポイント2.75そしてブルーに必要なポイントは3.6ポイントです 10分経過。ヒート時間半分経過。 ゼッケン・エロー鈴木選手のラストウェーブは2.55とわずかに届かないさあ、イエロー鈴木選手必要なポイントは2.46そしてブルーに必要なポイントは3.6現在第1位がホワイト小栗選手です、トータル5.5ポイント小栗選手のバックアップスコアは2.25そして2位のポジションはレッドの林選手、トータル5.0林選手のバックアップスコアは2.25ポイントですさあ、ゼッケン・ホワイト。 アップです現在第1位のポジション、そしてレッドもアップ、さあレッドはハングファイブ、ステップバックして、そしてホワイトはリエントリー、コンプリートしてきてきいますさあ先ほど行われたセミファイナル第1ヒートの結果、第1位でラウンドアップしているのが絶検、レッドの吉川選手、トータル11.0、第2位がホワイトの岡澤選手、トータル7.4ポイント、この2名がファイナル進出を決めています。惜しくも3位が ブルーの小熊選手、トータル5.754位はイエローの森本選手、トータル3.1ポイントという結果になっています。 現在、第1位のポジションはホワイト第2位がレッド第3位イエロー第4位ブルーさあ、レッドアップしたうん、ここはちょっと波のねサイズがちっちゃいそして波に力がないそうするとなかなかね波をメイクすることができません。 現在第3位はイエロー鈴木選手必要なポイント2.46ブルーの遠藤選手必要なポイントは3.6ポイント。 残残り時間5分残り時時間間分分コンテストエリア左側でサーフィンをしている一般サーファーの方もう少し左側千歳寄りに移動してください。もう少し 左側、千歳寄りに移動してください。さあ、ホワイトアップ、ハングファイブ、ステップバックする。さあ、スピードをつけて、ホワイト。さあ、リエントリー、あとリエントリーでバランスを崩す。さあ、ブルーアップ。さあ、ブルーン、ここは波の力がなかったのか、バランスを崩してしまうブルー。さあ、一般サーファーの方、もう少し左に移動してください。 さあこの後はメンズのセミファイナルメンズのセミファイナルに行くとやはりその左側の一般サーファーのところぐらいまでねライディングしていきますすいません、もう少し千歳寄りに移動してください。よろししくお願いいたします さあ、一般サーファーの方、ご協力ありがとうございます。もう少しね、左側に行っていただけると助かります。ご協力ありがとうございます。 残り時間3分さあイエローアップしたさあハングファイブステップバックスルー。 さあイエロー、これはリエントリーもコンプリートしてくるさあイエローに必要なポイント2.46さあしかしねレッド、ホワイト立て続けに6本目、7本目そして5本目、6本目と乗っていますその差をね広げてくることができているのかそれによってはニードポイントが変わってきます。 残り1分 1> さあちょっとシチュエーションの方まあ現在はホワイトが1位、レッドが2位、イエロー三3位そしてブルーが4位のポジションにはなっていますが少々お待ちください。45秒ということはちょっとこれ終了方になってからの状況になるかもしれませんね。さあホワイト 30秒レッドの林選手6本目が3.1とバックアップスコアを塗り替えていますトータル5.85さあそしてイエローの鈴木選手の7本目が3.858本目2.85トータル6.7イエローの鈴木選手が第1位のポジションさあ小栗選手に必要なポイント2.6ポイントカウントダウンさあ状況が変わっていっている98765432 1イエローの鈴木選手が7本目で3.85そして8本目で2.85と1位のポジションに逆転していますそしてレッドの林選手も6本目のライディングは3.1とベストスコアを出してきてですねこのヒートの自分自身のベストウェーブで2位のポジション さあ惜しくも3位がホワイト小栗選手バックアップ、ね、2.6以上出して,ていれば2位のポジションだったんですがバックアップが2.4でしたそして惜しくも4位が遠藤選手さあファイナル決めたのは鈴木ひろみ選手と林由美子選手ですいよいよメンズのセミファイナルメンズのセミファイナルに進んでいきます さあ時刻はねお昼12時30分ですけれどもねお腹はもう空いてきたころでしょうグリグリバゴンではバーベキューチキンプレート500円ですそしてパインアイス100円というデザートもありますのでねぜひお立ち寄りください。それではメンズ